はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は例年と違った形が予想される OB 第4弾についての完結まとめ、登場選手予想をしていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずは OB 第4弾の登場日に関してです。直近2年間の登場日を見てみると、2020年が1月27日、2021年が2月5日となっています。普通に行けば1月末もしくは2月頭の登場が有力でしょう。1月27日にメンテナンスが予定されており、大きな更新が予想されるため27日に OB 登場と予想します。27日からベストナイン第1弾の場合、ガチャの終了日が6日の日曜日になってしまうため、27日からは OB と予想しました。続いてガチャ形式に関してです。今年の OB は外国人 OB がなかった分、奇数弾が自チーム確定ありとなっています。ダルビッシュセレクションでその流れが崩れることはなかったので、田中将大セレクションも OB とは別枠と考えていいでしょう。ガチャ形式は30連目 OB の選手1人確定、自チーム確定なしが自然な形になると思います。続いてイベントに関してです。今年の偶数弾は昨年までの奇数弾扱いのため、イベントボーナスありのランキングイベントが予想されます。ここで直近で来ているランキングイベントを見てみると、7月30日から必勝アリーナ、8月26日からターニングポイント、9月27日からプロスピ応援団、11月25日から熱闘スタジアム、12月21日からバッティングトラベラーとなっています。予想としては本命がボーナスあり対応イベントのターニングポイント、対抗が新イベントとさせていただきます。万が一ボーナスなしで来た場合は必勝アリーナが来るでしょう。続いて累計配布に関してです。予想通り自チーム確定なしボーナスありのイベントできた場合は、 S ランク OB 第4弾確定の契約書が用意されています。おそらくラインナップは豪華になりますので、ありがたい配布と言えるでしょう。続いてランキングにかかるエナジーに関してです。ボーナスありのイベントではありますが、自走車必須のターニングポイントが予想され、スピリッツ3800は時期的に長持ちはしないため、1000エナジー程度の消費で済むと予想します。ただ選手のラインナップで大幅に消費エナジーは変わると思いますので、ランキングは余裕を持って挑むようにしてください。続いて A ランク以上確定スカウトに関してです。イベント登場の数日後にこのスカウトが登場するので、累計撤退勢は3回、ランキング勢は5回引くのを推奨しています。エナジー消費のみ気にする場合は引かなくてもいいでしょう。ただ予想通りの日程で登場した場合は、木曜日に OB、 翌日に A ランク以上確定スカウトの登場となり、ボーナスが適用される期間が比較的長いので、 A ランクの収穫も兼ねて3回引くのがいいと思います。OB 第4弾に関しての完結まとめは以上となります。続いては登場選手予想の方に入っていきます。予想はミルダムの生放送の方で視聴者に協力をしてもらったので、より多くの方の意見考え方をまとめた上での予想になっています。皆さんも一緒に予想してみてください。まずはヤクルト金田選手と予想します。9位スタミナ A 同値となっており、その中でも86と高い値なのでリーグ的に強いと言えるでしょう。また限界突破なしで中継ぎが可能なのも魅力的です。球種の方は3球種となっており、 B 以上の球種が2つとなっています。速いストレートとドロップカーブ2種類の組み合わせを持っているので、リアタイ面もかなり強いでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて阪神城島選手と予想します。第4弾も1人はキャッチャーを出してくるでしょう。能力はデフォルトパワー A となっており、総合で同値が可能です。守備の方もキャッチャー適正 B、 裏捨て DAA と高い値なので、リア対の守備にもつかせられると思います。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて巨人長嶋選手と予想します。デフォルトミパ A 同値となっているので、リーグ的に最強選手と言えるでしょう。また守備の方も適正 A となっており、安心して守備を任せられるため、リア対面でも使いやすいと思います。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて広島外小葉選手と予想します。第4弾は何人かリア対で使える選手を入れてくるでしょう。能力はデフォルト9位スタミナ A に乗っており、限界突破で中継ぎが可能となっています。また球種の方が3球種となっており、全て B 以上の球種となっています。ナックルカーブの投げ分けは外小葉選手しか見ないため、リア対面で欲しい方は多いでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて中日宇野選手と予想します。デフォルトパワー A に乗っているアーティストのショートということで、希少価値は高いでしょう。守備の方はメインのショート適正 C となっており、限界突破でサードが可能です。リア対で守らせるのは若干怖い値だと言えるでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて横浜新規で小鶴選手と予想します。採用される年度は1950年となるでしょう。この年は打率3割5分5厘、ホームラン51本、161打点と圧巻の成績を収めています。成績からしてデフォルトミートパワー A 以上は硬いでしょう。
続いてオリックスブーマー選手と予想します。デフォルトミパエ同士かつ弾道がアーティストのため、リーグリアタイともに最強格の選手と言えるでしょう。守備の方は適正でいいですが、特殊レシーが可能となっており、限界突破でライトレフトも可能です。裏捨ては悪くないので、ファースト適正 C にできればスタメンで使うのもありでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてロッテ小林正秀選手と予想します。デフォルト9位制球 A に乗っているので、9位制球の A コンボ同時出しをしている方は欲しい選手になってくるでしょう。球種の方は4球種となっており、 B 以上の球種が3つとなっています。大きな縦スライダーがあり、特殊能力の方には存在感20丸やコントロールも持っているため、リアタイ面も面白いでしょう。続いて楽天有目選手と予想します。デフォルト A 能力はなく、称号で A に届く形となっています。球種の方は4球種となっており、 B 以上の球種が1つとなっています。限界突破で先発中継ぎ抑えの全てが可能になるのが魅力的だと言えるでしょう。貴重なスライダー2種なので、うまく使えばリア対面も使えると思います。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてソフトバンク摂津選手と予想します。摂津選手は過去のタイムスリップで登場していますが、能力修正に期待したいところです。制球スタミナ A に乗せてくると予想します。球種の方は5球種となっており、 B 以上の球種を1つ持っています。限界突破なしで中継ぎが可能なので使いやすいでしょう。またシンカーが2種類あるので、リア対面も面白いと思います。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて日本ハム新庄選手と予想します。話題性のある選手なので、登場する可能性は高いでしょう。能力はミパ同値となっているので、リーグ的にも使いやすいと思います。また守備の方がセンター適正 A となっており、限界突破なしでライトとレフトも守れます。初心者にとってはかなりありがたいでしょう。裏捨ての値も抜群なので、リアタイで使いたい選手だと思います。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて西武 GG 佐藤選手と予想します。デフォルトミパ同値となっているので、リーグ的に使いやすいでしょう。守備の方はライト適正 B に乗っており、限界突破でセンターレフトファーストが可能です。外野が揃っていない方はリアタイで使うのもありでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。OB 第4弾についての完結まとめ、登場選手予想は以上となります。通常の OB は累計に A ランク契約書もあり、セレクションの OB よりも限界突破がしやすいので補強チャンスとなっています。登場を楽しみに待っていきましょう。 OB 第4弾が楽しみな方、豪華ラインナップになってほしい方は、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて日付変わって9日9時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。プロスピラビリンスは途中経過が紹介しづらいので、溜まった経験値を紹介していきます。今のところ自然回復で進めており、イベント開始時のストック経験値が 69,000 だった自分の今のストック経験値としてはご覧の通りとなっています。後半の方は溜まるペースがかなり上がるでしょう。住みの目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日も動画を上げる予定なので、よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。